レストラン。今回は以前この番組で紹介したことのあるサウスバークレーにあるロバタ寿司専門店キララをご紹介します。オープンから今年でおよそ26年、開店前になると店の外には必ず常連客で行列ができます。高い天井と気取らない雰囲気の店内はバークレーの老舗の和食レストランとして長年親しまれていて、ランチ・ディナーともに地元の人々でにぎわいます。1989年に私たちはここに移ってきました。この角にシャラクト・ウォールドに、ね、移ってきました。それは以前バークレーボールのマーケットの中にあったレストランですけれども、でもバークレーボールを拡張したいということで、この角にスペースがあるから移らないかっていうチャンスがありまして、じゃあやりましょうということで私たちは始めました。1989年ですね。レストランということはやはり三拍子っていうか、新鮮、それからお値段が手頃で、そして美味しいっていうのがやっぱりそれが基本だと思うんですね。でそれとやっぱりその食べ物がカンフォート、とてもこうなんか気取って食べなくてもなんかこう美味しいねってみんながこう言いながら、ね、簡単になんかこう手を足を伸ばして食べたくなるような、そういうカンファクトフードっていうかのをやってます。そんなキララが今回紹介する料理はごぼうと人参のかき揚げです。コーオーナーのアキラさんに紹介していただきます。妻を作る要領でですね、削っていくわけですね。薄くですね、入れていかなきゃいけないんですね。ごぼうはやはり硬いですからね、なかなか包丁が、ね、刃がうまく入ってくれないですね。でこのように千切りしましたら、水の中にだいたい30分ぐらいつけてください。ごぼうと同じようにオーガニックの人参を千切りにします。そして千切りにしたごぼうと人参に小麦粉をまぶし、衣を混ぜていきます。衣と野菜がちょうどいい程度に合わさったら、手で混ざり具合を確認して小判型に形作り、中火の油でゆっくり揚げます。この時のですね、こつ天ぷらのオイルがですね、熱すぎますとすぐ焼けちゃいますので、これはもう本当中火から揚げるようにしてください。でやはり時間をかけることですね。衣の硬さを箸で確認し、美味しそうな淡いきつね色になったら取り出します。カラッと揚がった衣とごぼうのシャキシャキとした食感が歯ごたえよく、天つゆにつけて食べるとふわっとしたごぼうの旨味が口に広がります。人参のかき揚げはオーガニックなだけに程よい甘みが天つゆと絡み合い、シンプルで絶妙な味わいです。次に紹介する料理はキララ特製の牛タンです。薄く切った牛タンをニンニク、醤油、だし、みりん、お酒、玉ねぎ、生姜を合わせて作ったキララ特製のタレに一晩寝かせ、1分ほど炉端で軽く両面を焼いていきます。盛り付けはシンプルにレモンとパセリを添えて牛タンを丁寧に並べていきます。一晩キララ特製のタレにつけてあるので、タレの味がしっかりと肉に染みて歯ごたえもあり、とても柔らかいです。さらにレモン汁をかけるとさっぱりとしたレモンの味がこってりマリネされた牛タンとよく絡み合い、ご飯やビールとの相性が抜群な一品です。ぜひお試しください。やはり大切なのは日本食だから、日本の食物の基本食事、ね、それをいつも頭に入れて、やっぱり新しいものを少しずつメニューの中に入れてお客様に提供したいと思うんですね。で私たちが食べて美味しいなっていうものも思うものをお客様に出したいと思います。さまざまなレストランガイドブックで
何年度も連続で高評価を得ているキララは、変わらないハイクオリティな食べ物を提供し続け、和食好きな地元の人々を魅了しています。そんなキララは毎日営業、予約制ではないので早めに着くことをお勧めします。2100オードストリートバークレー、詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。ハローレストラン、今回はサウスバークレーにあるキララをご紹介しました。